こんにちは、さくらさにゃです。お世話になっております。本日はですね、この前デモをやりました。若い堂誠の事件簿、処刑人の棺、こちらで遊んでいきたいと思います。なんとロードゲームという項目があって、多分デモの続きから見ることがやってみることができるようなので、このまま続けていきたいと思います。今回は音量も大丈夫だと思うんだけどな。そうだといいな。はい、ではプレイしていきましょう。スタート。バーにて。新しい情報を集めようということで、この看板かな、まず。バーバッカナール。はい、失礼します。お店の方とはお話できる？できるね。ちょっといいか？なーに、まだ店は開いてないわよ。来てくれてありがとう。殺人事件について。近所で殺人事件があったんだが、怪しいやつをいなかったか？このお店の客は大概怪しいやつばっかりよ。次元さんもよく来るし。あ、同じの聞いちゃった。立ち去って、またね、証拠があれば。置いてある。少々お待ちください。こんにちは、アナナネシさん、キロハート20、ありがとうございます。そうなんです、イベントにね、参加してるので、よかったらプレゼントいただけたらとても嬉しいです。料理が好きな方なのかな。どうもありがとうございます。推理も好きだと嬉しいな。よかったら一緒に解いていきましょう。まだオープンしてないんですがね。警察だ。ちょっと聞きたいことがある。勘弁。刑事さん、勘弁してください。うちはぼったくりやってないですよ。ということで、殺人事件について教えてください。何か知ってるか？ああ、そうなんですか。この辺じゃ日常茶飯事ですよ。そんな街嫌だけどな。私はずっと店にいましたが、うちは関係ないと思いますけどね。怪しい客はいませんでしたか？被害者がこの店のマッチを持っていたんだが、何か知らないか？あ、七井さん、黄色ハート2、キラード1、ありがとうございます。サンキュー、サンキューです。そう言われましてもね、うちも信用商売なんで、客のことをペラペラと喋るわけにはいかないんですよ。ここは当たってもらえませんかね。マスターは非協力的。はい。よし、じゃあちょっとさっき飛ばしちゃったお酒を見ていきましょう。このゲーム知ってますか？結構有名らしいんですけど。友達がやってて、この前ね、ニコニコでデモ版をやって、その続きからやってます。お酒について。今は仕事中だ。偉い。飲まないんだ。進めないか。マスターが協力的じゃないっていうのを、このお姉さんに言ってみようかね。こんにちは。あれ、難しいな。マスターについて教えてくれますか？マスターは札が嫌いなのよね。でも最近お金に困ってるみたいだし、高いお酒でも注文してあげたらどう？なるほど。ありがとうございました。で、お金に困っているっていうので、お酒を飲む。お酒を入れるってことにすればいいのか。せっかくだ。ボトルを入れてもらおうかな。あ、それはそれは。すいませんね。
操作のことなら何でも聞いてくださいよ。変な人とも。ちょっとセットしたけど使わないです。マッチを持ってた客について教えてください。マッチね。そういえばロングコートの男とおかしなローブを着た男、2人が来てましたよ。2人でしきりに話し込んでましたけどね。亡くなった方がロングコートの方だったので、多分そのローブの人が怪しそうではあります。エコダちゃんが近くにいたから何か聞いてるんじゃないですかね。エコダちゃん？エコダちゃんはそこに座ってる女の子のことですよ。はい。新しい方来てくれてありがとう。ママじゃないんですがね。うちの従業員です。これセットしてエコダちゃんに聞けるかな？ OK？ エコダちゃん、教えてください。もう2つ聞けるみたい。じゃあまずは見た目とかの特徴を覚えてたら。覚えてないわよ。でも、ああ、コートの方はよくいる疲れた中年サラリーマンって感じ？もう一人がさ、長い髭生やして魔法使いみたいなローブ着ちゃって、もう本当に気持ち悪い雰囲気の人よ。思い出しただけでゾッとしちゃう。長い髭のローブの男。じゃあ、二人組の会話。何を話してましたか？知らないわよ。二人だけでボソボソ喋ってたし、髭のローブの方の話をコートの方が熱心に聞いてる感じ。コートの方が飲みすぎたからホテルに帰るとかなんとか言って帰っていったわよ。あ、こんにちは。七井さん、ギフト。キーラハート1、ありがとう。そしてハートもたくさんありがとうございます。サンキュー、サンキュー。見に来てくれてありがとうね。よし。では、今回は、あ、麻雀が好きな方、こんにちは。若い堂誠の事件簿。あ、ちょっと待って、私ミスに気がついた。ゲームタイトルを変えなきゃいけないんですが、なんだっけ？職人の棺だよね。1、職人の、なんだっけ？くさび。職人のくさびですね。よいしょ。あ、ランカガさん、キーラハート1位ありがとうございます。あら、かわいい、ありがとう。推理ゲームとかお好きですか？今ね、それをやってるんですよ。ちょっと大きくしようかな。バランスはこの辺。ゲームが好きな方来てくれてありがとう。駅前にホテルは1軒しかないから東洋ホテルのことだと思うわ。こんな感じで、なんだろう、聞き込みをね行っていくんですよ。新しい情報で4分の8しか手に入れられてない。でもこの辺の情報は、移動先、移動しちゃっていいのかな？ゲームが好きな方、来てくれてありがとう。ホテルで残りの4つを手に入れることができるのかな？あ、そうだね。OKOK。支配人みたいな人に話すみたいな感じ。カメラがあるね。防犯カメラが設置されている。手がかりになるようなものはないだろうか。これも聞けるような感じしますね。はい、ホテルの方、こんにちは。いらっしゃいませ。東洋ホテルへようこそ。警察だ。昨晩あった殺人事件について聞きたいことがある。警察の方ですが、何なりとお申し付けください。まずは気づいたことを教えてくれませんか？気づいたことですか。私どもは、一日に多くのお客様と接しますもので、どなたかお探しですか？二人組の客がここに来なかったか？一人はロングコート、
もう一人はローブのようなものを着ている男だ。ロングコートのお客様なら、当ホテルに泊まっておられます。長期宿泊ということで、確か、アイダーサマーという方なのですが、昨晩からお戻りになっておりません。あららら、ら、アイダさんって言うんですね。ローブを着た方は存じ上げません。お力になれませんで。なるほど。では、これメモセットしてまた聞けるんじゃないかな。防犯カメラについてちょっとお伺いしたいんですけど。かしこまりました。少しお待ちください。昨日の映像になるんですが、コート姿の男性が出ていくところが映っておりますね。どなたかと待ち合わせているようですが、これ以上は映っていませんね。新しい方来てくれてありがとう。ユーザーレベル18目指して頑張ってます。よかったらフォローしてくれると嬉しいな。コートを着た中年男性。被害者の特徴と一致するな。顔写真も。これが聞けるというか、パソコンで確認できるのかな？フロント用のコンピューターだな。使い方を知りたい。どう使うんだ？必要な情報をインプットしてください。じゃ、間について教えてくれるかな？宿泊名簿から間の住所を教えてくれるか？かしこまりました。少しお待ちください。わかりました。相田様はこの近くにお住まいのようですね。わざわざホテルに長期で宿泊する理由は何だ？なんだろう。建て替え、なんか住めないような状況になっちゃった。誰かから言われて、ホテルに住んでる。ここで聞けるようなことは、ないみたいですね。推理をしていきましょう。また新しい方来てくれてありがとう。あ、ちょっと。ここのね、ボードにタッチすると推理を整理することができます。ここまでの情報を整理してみよう。被害者の足取りを追って、バーとホテルに立ち寄った。バーではマッチを持った客の目撃情報があった。マスターの目撃証言にあった客とは？マスター、怪しい二人組の客、これだね。怪しい二人組の客。そうだ、被害者だけではなく、もう一人連れがいたようだった。バーで得た証言をもとに、ホテルへ向かった。ホテルでは、被害者とおぼしき人物の名前が判明した。被害者と思われる人物の名前は？こんにちは。来てくれてありがとう。相田さんですね。はい。そう。ホテルマンはコートの男は相田だと言っていた。ケイタルさん、ギフトハート1個ありがとうございます。こんにちは、さくらあさにゃです。今、推理ゲーム、赤井戸誠の事件簿、その1、処刑人のくさびというゲームをやっています。全然タッチできない。OKOK。ユーザーレベル18目指してるので、よかったらフォローお願いします。そしてバーでは、コートの男の連れの目撃証言が気になった。容疑者ではないかと考えられる、その人物の特徴とは？なんかすごい服の人。長いひげのローブの男。そう。長いひげのローブの男。バーでの目撃証言のあるひげにローブの男。ホテルでは見つかりませんでしたね。しかし、間はなぜホテルに泊まっていたのだろう。そう思わせる不可解な証言とは何だったんだろうか。間のお家がホテルの近くだったんだよね。なぜホテルに宿泊する必要があったのか謎だ。間の自宅周辺で誰かに聞いてみようってことで、次は間のお家の近くに行くようですね。
間の住所は分かったので、家を調べる必要がある。家宅捜索に向かいましょう。はい。では、間のお家に行きますよ。1時間ぐらいでサクサク終わる推理ゲームということだったので、もしね、お時間ある方は、見ていってください。新しい情報13個多いね。警察のものだ。相田さんの部屋を見せてもらう。はい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 、部屋見てくださいね。あら、やだ、ちょっと、殺人事件って刑事さん。相田さん、何かあったの？ここ数日相田さん見てなかったから、心配してたのよ。来てくれてありがとう。相田さんについて。相田さんはどんな方ですか？相田さんはいい人よ。ええ。人に恨まれるような人ではないわ。ここは賃貸なのか？賃貸じゃないわよ。分譲よ。相田さん、ご夫婦で越してきてもう10年近くなるかしら。愛想のいい奥さんでね。その奥さんが入院してから、相田さんすっかり落ち込んじゃって。家のことをやるのが大変だから、ホテルに住んで、奥さんとなるべく一緒にいようとしてるとかかな。勤務先を教えてください。駅前にある楠本商事とかって奥さん言ってたわね。楠本商事に行くことになりそうですね。一旦別の場所。なんか血だらけなんだけど、そんなことある？こいつは、ひどいありさまだ。え、これ、廊下じゃないの？廊下だよね、さすがに。え？それをさ、管理人さんみたいな人気づかないとかある？あ、家の中なの？オッケーオッケー。家の中には家具がほとんどない。ビニールシートで目張りしているが、大量の血だな。目で首を切断したと。どう見てもここが殺害現場なの。ってこと、相田さんは、相田さんの家で殺されちゃったってこと？あ、ゲームが好きな方なんですね。こんにちは、さくらさにゃです。今、推理ゲームをやってます。ここで血のついた手を洗ったようだ。わあ。次、ここかな？ノコギリか、これ。血濡れのノコギ。これで首を切断したってわけ。うわぁ、痛そう。これは専門メーカーのものだな。取り扱い店はそんなに多くないだろう。うわぁ。聞けることあるかな、管理人さんに。ああ、じゃあこれ、ホテルの地下、ホテルに住んでたんだけど、どうしてかわかるっていうのを聞いてみたいと思います。こんにちは、もう一度いいですか？相田さんは駅前の東洋ホテルに長期宿泊していたようですが、先月だったかしら、相田さんから声かけてらっしゃって、この部屋を他人に売るなんて言うじゃない？だから私、奥さんが亡くなったんだろうと思って聞けなかったんだけどね。ええ。それから火災道具も処分してホテルに宿泊してらしたんじゃないかしら。相田さんはこのマンション引き払うつもりだったのか？ホテルに滞在していたのもそのせいか。なるほどね。じゃあもう一つ聞けるはずなので。ノコギリのことを聞いてみましょう。近隣で専門的な工具を売っているお店はありますか？はい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 。このあたりじゃあれじゃない？猫ちゃんマークのキャットハンドって雑貨店じゃないかしら。え？そこで工具とか売ってるの？おー、まあいいか。じゃあ、雑貨屋さんに行ってみましょうかね。
はい、こちら雑貨屋です。雑貨店キャットハンド、猫の手も借りたいみたいなこと？ツールス。ノコギリが何種類か並べてあるな。調べましょう、一旦。たくさんありすぎてわからない。現場のノコギリと同じメーカーを探す。現場にあった、失礼。ノコギリは確か、シャークってメーカーのノコギリか。棚の中に何かあるみたいですね。ロースの首飾り？何それ？このお店の人なんかそういう感じなの？なんか、セットしてお店の人とちょっと、レジも話せる？雑貨店のレジだ。領収書の控え絵が散乱しているな。ちょっと勝手に触らないでください。ごめんなさい。先にあなたとね、お話ししなきゃだよね。いらっしゃい。警察だ。殺人事件の捜査でいくつか聞きたいんだが。警察の人？殺人？物騒だな。わかることなら話すけど。こんにちは。来てくれてありがとう。ノコギリについて教えてください。あるよ。日曜大工用から職人向けまでってな。そこんとこ並んでるよ。では、このノコギリを買った人間は？シャークのノコギリは、最近もいくつか売れてますね。買った人間のリストなどはあるか？いやー、そういうものはないな。そっかー。じゃあちょっと首飾りをね、見つけたんですけど、これ見たことありますか？花のところに落ちていたが、見覚えはあるか？こんにちは。ペランさん、ギターハート2個ありがとうございます。サンキューです。さくらさんや、バーチャル YouTuber です。こんにちは。30分で1枠終わってしまうので、良ければユーザーレベル18にしていただけたら嬉しいなと思います。どうもありがとうございます。フォローお待ちしてます。棚のところに落ちていた首飾り。知らないみたいですね。長いひげにローブを着た男はどうだ？ああ。そんな目立つ服で着てたんだ。そいつなら確かに色々買いに来たよ。ノコギリにビニールシート、ガムテープとか。今思えばそれらしいもん買っていったような。ローブの男がノコギリを購入。確定ですね。はい。で、レジを見ましょうかね。レジを調べます。ダメ？なんだろう。この人のことをいろいろ聞きたいんだけども。ここで聞ける。ローブの男について聞いてみましょう。こんにちは。よかったらフォローしていってね。長いひげにローブの男。昨日来たよ。ノコギリやビニールシートなんかを買っていったような。これね、さっき聞けた情報ですね。お顔はこれでしたかね。この男、見覚えはないか？自信はないが、たまに来るお客さんだと思う。何か事件と関係が？昨日はこの写真の男は来たか？いや、昨日は見た覚えはないね。自信はないがね。このレジを触りたいんだけど、何かきっかけがないと触れない感じだよね。また戻ってきて確認することになるのかな。ちょっとわからないね。ここでまだ聞き込みできる情報がありそう。本当、やったやった。長いローブの、ひげのローブの男。こんにちは。長いひげを生やしてローブを着た男を見ませんでした？
いたわよ。数日前って言ってたもんね。確かあれは相田さんを最後に見た日だったと思うけど、長いひげにローブでしょ？異様よね。行方はわかりますか？ローブの男は何者かわかるか？殉教者の光って新興宗教、刑事さん知らない？うちのマンションにも、信者さんが布教に来たことがあったのよ。そこの教祖だったと思うわよ。テレビなんかで見たことあるもの。あれ、私このゲームの名前、処刑人のくさびで合ってたっけ？殉教者のくさびじゃないよね。あれ、なんか心配になってきた。ちょっと顔写真。相田さんはこの方で間違いないですかね。はいはい、この人が相田さんよ。お、相田さんで。確定しました。まだあるかしら？なさそうだね。じゃ、また雑貨屋さんで聞き込みしてみようかな。さっきの宗教団体について聞けたらいいんだけどな。これか。すいません。殉教者の光について。殉教者の光って宗教団体知ってるか？けどその名前どっかで聞いたことあるぞ。領収書か何かに書いた名前だったかな。これでついにページを触ることができるようになりますね。これは宗教法人殉教者の光宛ての領収書だ。これ、で、もう一回おじさんと話するんだね。この領収書は、どんな人間が買ったのか覚えてるか？ローブのやつだ。やばい、あと1分半しかない。1分半だったら、一旦、ここまでで終了とさせていただきます。ここまでの情報を整理してみよう。被害者は相田さんで確定でしたね。防犯カメラの写真をマンションの管理人に確認してもらいました。コートの男は相田で間違いない。首を切断されて発見された被害者だったが、殺害現場は相田さんの自宅ですよね。アナナシさん、キーラハート3つありがとうございます。よかったらまた見に来てもらえたら嬉しいな。フォローお待ちしております。よいしょ。次は、相田の自宅は殺害現場と思われる証拠が多数。何という団体の宗教の教祖だったか、殉教者の光ですね。はい。続きまして。キャットハンドに打っていたノコギリ。決定的な証拠とは、領収書ですね。殉教者の光が事件に関わっているのは間違いなさそう。相田さんとの関係は何だったのか、職場に行ってみようということで。はい。ありがとうございました。また会いましょう。桜さにゃでした。チャオチャオ。